北京地下鉄 DK1 型電車は、1967年に北京地下鉄1号専用に製造された試験車。北京地下鉄の最初の車両と同時に、中国語圏で初の鉄道専用の電車でもある。1号線の開業に先駆け、1967年に、長春機動客車古墳有限講師で1.002号の2両、1編成が製造された。 モスクワ地下鉄型電車、ロシア語に半を取った19メートル普通構成車体で、前面に貫通扉を備え、片側4カ所に扉が設けられている。その後開発された北京地下鉄、DK2 型電車では一転してより小型の片側3、扉車体となり、北京地下鉄では1984年に M-1000 型が投入されるまで4扉は長らく、 唯一の採用例となった。車内は固定式のクロスシートとなっている。上記の通り、北京地下鉄最初の車両として製造され、開業前の試験に使用されたが、車高がトンネル限界より 90mm オーバーしたため、営業路線には入線できず、走行試験は、故障車両基地の構内で実施されたのみだった。1969年に北京地下鉄が開業した際には、 本形式を母体として開発された TK2 が営業運転で使用されることとなった。上記の車両限界に加え、車体の強度不足も判明したためほどなく、事業用としても使用されなくなり、長らく故障車両基地に放置されて荒廃していたが、2015年より修復が進められ、2018年6月13日に開催された北京都市交通展覧会で、 うち一両が公開された。制御電動車1 0 0 2号の二両編成である。台湾発は1976年の EMU100 型、香港では1979年の地下鉄が開業したのが初めてである。ありがとうございます。